Excel ファイルをダウンロードして絵が変わり続ける4面こぶたぬきつねこカードを作りましょう。コメントの URL から Excel ファイルを開きます。ホームページの4面こぶたぬきつねこカードをクリックして開くを押します。ファイルが開いたら編集を有効にしてプリントアウトします。プリントアウトしたものの周りを切ります。点線は谷折り、破線は山折りにします。赤い線のところに切り込みを入れます。切り込みを入れたものを折っていきます。まず豚のところで、次にタヌキが見えるところでこのように折ります。そして赤い印のところだけに糊をつけます。またタヌキが見えるように折ったら赤い印のところだけに糊をつけます。これで小豚ですね。で、裏側に折り返して十字の形になるようにします。で、最初の小豚に戻して小豚、たぬき、次がきつねですが、ここできつねを貼ってはいけません。猫のところまで来て十字になったところで貼り付けます。必ず十字になってから貼り付けないとうまく開きません。小豚に戻ってたぬきのところでここにしっかりと折り目を入れます。次、きつねのところが出てきます。長方形になっていますから、ここに糊をつけて貼っていきます。これでしっかりと折り目をつければ完成です。こんな風に永遠に続けて遊ぶことができます。ブブブーポンポコポンコンコンにゃおブーブーブーポンポコポンコンコンにゃお